全国の中学校の美術部員によるアートの甲子園、アートクラブグランプリの入賞作品が、河野美術館で展示されています。アートクラブグランプリは、全国の中学校美術部員や美術活動に取り組む生徒を対象にした公募展、アートの甲子園として、2007年から毎年行われているものです。生徒同士が学び合い、交流する場を作り、美術への関心と意欲を高めることで、世界に羽ばたく人材を育成することを目的とし、今年12回目の開催となりました。第12回展には、全国374校から3899点が寄せられ、一次審査で136点を入選作品として選出。二次審査の結果、グランプリの文部科学大臣賞をはじめとする37点の作品が入賞に選ばれました。宮張巡回展は今回で5回目となり、会場には入賞作品から36点が展示されています。グランプリ文部科学大臣賞を受賞した彦根市立中央中学校の柿本桃香さんの作品、瞳です。親友の眼差しを通して一緒に過ごす日常の尊さや未来への希望を表現しています。手袋の向こうにある明るい笑顔を想像させる作品です。今治市立日吉中学校の神谷奈々さんの未来はターナー式大賞に選ばれました。友人をモデルに描いていて、未来はどうなるか分からず不安だけど、暗い未来より明るい未来を想像した方が楽しいに決まっているという思いが込められています。また宮張市から出展し入選佳作に選ばれた作品6点も展示されています。そのうち立花中学校3年の藤原真帆さんはボーダーという作品を出展し佳作に選ばれました。中学校最後の作品になるなと思っていたので、とにかく好きなものを詰め込んで描きたいなと思いました。いろんな画材を使ってみたりして悔いのないように描きました。これを出した時はまさか佳作とかになると思ってなくって、とにかく自分の好きなことで入賞できたことはすごく嬉しく思っています。アートクラブグランプリそのものが、アートの甲子園というのを目指しておりましたので、こうして地方で、こういう活発な展覧会を開いていただくというのは本当にアートクラブ冥利にも尽きると思います。それでですね、今治で開催されるということが何よりも今治の子どもたちのためになっていると思います。こうしてまず本物を見る、本物作品を見ることが彼ら彼女たちのアドバンテージに絶対になっていると思います。で、結果的に最近今治の、生徒さんの作品、この作品もそうなんですけども、必ず入選入賞を果たすようなところの実績も上げられておられますので、そういうことが力につながっているのかなというふうに思っております。中学生の美術部の皆さん、まず本物を見るっていうのが本当に大事なので、こうやって作品を見る、そして地元今治には素晴らしい高能美術館もあります。普段から何気なく美術館に立ち寄る中で、いろんな作品名画に触れる中で、きっと君たちのスキルもアップすると思いますので、とにかく一生懸命この美術館を誇りとして、いろんな作品を見て自分たちの力にしていただけたら、きっと結果もつながってくると思います。頑張ってください。会場には中学生独自の視点で描かれたエネルギーあふれる作品が並び、訪れる人の目を楽しませています。この第12回アートクラブグランプリ今治巡回展は9月4日まで河野美術館で開かれています。